聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーション。おはようございます。え、六十分でわかる旧約聖書。十八回目にやってまいりました。今日から少し。文学ジャンルとしては違ったジャンルに入ります。 今日取り上げる書は呼ぶ記です呼ぶ記好きな方嫌いな方とっても読みたい方どちらかというと避けたい方いろんな方がいると思いますが「呼ぶ記大好き」「読みたい」という方はどれぐらいいますか手を挙げてください。はい、約 10%, 10ぐらい。 はい苦手どちらかというと避ける方だというか手を挙げてください20%ぐらいどちらでもないっていうのは残りの方ですかはいわかりました呼ぶ気は有名ですクリスチャンでない方でも呼ぶ気を読む方がたくさんおられますしかし一般的に言うと 有名ですがどちらかというとよく理解されてない書もっと言うと敬遠されてしまう書これが呼ぶ記だと思います。なぜ呼ぶ記が敬遠されるのかいろんな理由があると思うんですがまあ3つぐらい考えられる理由を挙げておきたいと思いますが1つはねこれは 私たちが読むと大変難しいんですね。なぜかというと文学書なんです。ですから原文が詩の形で書かれてる詩なんです。ポエムなんです。で聖書の並べ方っていうのは呼ぶ記から始まっていくつかの書が文学書なんです。順番言えますかね呼ぶ記の次何ですか呼ぶ記、詩篇詩編。 信玄伝道者の書画家,ぶ詩伝道者の書画家そしてなぜヘブル的文学書ヘブル的詩が難しいかというと私たちが通常考えるような詩の形式ではないんです。 つまり「因を踏む」というようなことあるいは言葉数を「みそ一文字」っていって31文字にするとかそういうもんではなくて「ヘブル的文学の特徴は「追句法」なんです。追句法とのは同じことを違った言葉で2回繰り返すんですですすからまあ例えば「山々は手を叩き」。 木々は喜び歌いというとこれ追法ななんです完全なこれがね複雑になってくる ABBA B, B, A というふうになるとこれは交差してるでしょうこういうのを交差追加法っていうんですねあるいは何だろうな全く違った概念を並べて追空法にする場合もあるわけですその追法 並んで同じものが出てくるあるいは全く正反対のものが出てくるということを理解すると内容に味わいが出てくるんです。は文学書ですすががほとんどが詩の形式で,すで違うのは1章から2章いわゆるイントロダクションのところそれとエピローグ最後のまとめ42章の「 7から17これだけが3分ですいわゆる字の文ですね。1章2章とエピローグ42の7から17だけが3分であとは全部詩の形式になってるわけです。だからそういうことを理解しないで取り囲ろうとしてもなかなか難しい途中で諦めてしまうわけです。2つ目の難しさは特に原文ですけども。 これは中近東あるいはオリエント古代オリエントの人々の世界観や考え方が表現されていますですからなかなか私たちにはなじみがないんです3つ目の呼ぶ気が困難な理由はテーマです「神が支配される世界になぜ苦難が存在するのか」という難問を扱っているわけですこれは、 私たちが普段から疑問に思っていることでなかなか答えがないんですからテーマそのものが難しいこういったことで簡単に取り組める人ではないんですねこれを今から60分で解説しようとしてますからまあこれもまた苦しみの一つですね呼ぶという人物について説明しておきましょう。呼ぶは 歴史上のの実在の人物です架空の人物架空の物語ではなくてこれは実際にあった話です。なぜそう言えるかエゼキエルの14の14から2 2 3人の名前が登場しますがノアとダニエルと呼ぶこの3人の名前は存在します。ノアは実在の人物ですかダニエルは実在の人物ですか ならば、呼ブ,ででブ記を読んでみると彼は神を恐れる裕福な人で隣人への哀れみも持っていたまあとても素晴らしい方だったわけですねこれが呼ブという人じゃあ彼は実在の人物だとするといつごろ生きたのか彼が住んでいた年代はおそらく族長時代つまり アブラハムイサクヤコブが生きていたような時代に彼は生きていたと学者はい考えています私もそうだろうなと思います。なぜかっていうと彼がユダヤ人だという明確な表現が出てこないんです。ユダヤ人っていうのはヤコブ以降の話ですから彼イスラエルという言葉自体はヤコブ以前にはないんです。だかかららを読んでそういういいのがな 彼はヤコブブ以前、つまりアブラム、イサクがが生きていいた時代の人だろうということとこ推定されるわけです。もう一つは「質エジプトの出来事」や「モーセの立法」への言及が全くないんです。ということはそれ以前の話だということですよ。もし「質エジプト」以降だと必ずこういう議論の中には「モーセの立法」からの引用が出てくるはずなんです。それがないからそれ以前の話だ。 さらにヨ部は家庭の中で祭祀の役割を果たしています。ということはまだ祭祀制度がないから族長たちの時代っていうのは父親が家庭の祭祀としていけにえの動物をささげたり神の前に祈ったりしているわけですね。だからそういうものがすべて彼が族長時代の人だということを指し示しているわけです。 もう一度だけ、もう1つだけ言うと、あの彼がお金持ちだという表現をね。銀行に何億持っていたという表現じゃないんです。牛をなんと羊をなんとラクダをなんとと要するに、家畜の頭数で富を表現しているんです。これは族長時代の特徴ですね。皆さんもどうですか？あの勝ってるペットの頭数で自分の豊かさを。 犬匹匹と猫10匹飼ってますだ俗長時代の人かということになるまあそういったことを全部総合して呼ぶという人は俗長時代の人だということが大体分かってくるわけですね。呼ぶ記を書いたのは誰か分かりません誰が書いたって書いてないからでユダヤ人たちはいろんな提案をしています。一つはモーセ 著者説ですねモーセだろうそれからエズ,エズラ初期の絵面それからソロモンが書いたソロモンは伝道者の書を書いてますから知恵文学ですからねからヨブ自身が書いただってヨブそんな苦しんでたのよく書けるなだって彼はそれを通過してね長生きしてんだもん長生きしてて後で振り返って書いたあり得るよこれはそれからエリフ という人が書いたというふうにも言われるわけですね。わかりません。書かれた年代はいつか。ヨブが済んだのははい誰の時代だっ,った。俗調時代。でも俗調時代に書かれたとは限らないね。もっと後で書かれたかもしれない。で、俗調時代でないとするといつかというと ソロモンの時代だろうなぜかというとソロモンの時代の知恵文学が呼ぶ木の文学形式とよく似てるんですねだからそれを考えると呼ぶ木が書かれたのはソロモン時代だと十分考えられるんです。でも呼ぶからソロモンの時代までぶ分時間が経ってるでしょう。皆さん古代の人の記憶能力を軽く見てはなりません。 口伝で伝わる情報っていうのがきっちりと次の世代に伝わ,れて伝わっていくというそういう力を持っていた私たちは今もうダメですよもう何でもスマホとかあるいは何だろうパソコンでも漢字変換でしょもう最近ね認識はできるけど書こうと思ったら書けなくなっちゃってるだ人間の。 記憶力とか再現能力というのはもう明らかに劣ってきてますよ。もうその前に足が劣ってきてるでしょ。車に乗るからね。昔の人は一日十キロぐらい平気で歩いてたわけですよ。しかもマンポケなんかつけないでね。それ生活の一部だったわけですよね。だから何かを記憶して次の世代に伝え、それがソロモン時代に書物になったんだ。これ十分考えられるわけですね。まあこういったことが 呼ぶ機に取り組む前の前の提情報ととしてて知っておく必要があることですでは今から今日のメッセージのアウトラインにいきましょう見てくださいメッセージのアウトラインじゃあご一緒にお読みくださいますかねはい1番「呼ぶの試練」これが1章から3章ですね あごめんなさいこれは1章から2章の間違いです僕のミスですね1章から2章ですはい。その1繁栄1章の1節から5節2番試練1章の6節から2章の13節1章2章がいわばイントロダクションですその次ローマ数字の2番 呼ぶと友人たちの論争これが3章から37章ですこれがね呼ぶ記の中の一番大きな部分を占めているわけですさっき言ったように詩の形式ですねで呼ぶと友人たちの論争が第3ラウンドまであるんですはい第1ラウンドが3章から11章第2ラウンドが12章から20章 第3ラウンドが21章から37章3番予部の解放これが38章から42章で神は予部を謙遜にさせるそして神は予部を祝福するこういうね大きな3つの流れで予部記を読むことができますさあ時間が限られてますからこれ全部やると大変ですですから 一番目と三番目を割と詳しくやって、真ん中の論争の部分はようやくだけにとどめます。今日は、それで六十分に収めたいと思っています。さあ、今日の結論です。結論は呼ぶ気のテーマは何か、これが結論ですね。ここに向かって、私たちは今日進んでまいります。では、アウトラインを出しておいてください。そして、これを。 見ながらこの順番にお話を進めていきたいと思います。結論は呼ぶ木のテーマは何かということですね。さあ準備よろしいでしょうか ?Are you ready?Yes, we <yeah>. are! はい、いきましょう。呼ぶの試練ですね。まず一番目、繁栄一章の一節から五節。最初、見言葉を読んでみましょう。一章の一節から三節。はい、ご一緒に。 ううつののにヨブといい名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には七人の息子と三人の娘が生まれた。彼は羊七千頭、ラクダ三千頭、牛五百匹、メロバ五百頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。 はい、ヨブが住んでいたところはどこですか。ウツ、ウツの血。実在の人物です。ウツというのは、はっきり言うとどこだかよくわかんない。ただ、エドムだと考える人はたくさんいます。エドムというのは、死海の南東ですね。エサウの、 定着した場所エドムっていう場所ですねヨブは神を恐れる信仰者で悪から遠ざかっていただからこの当時の信仰の基準から言うと彼は偽人だったわけです彼には子供がいました何人いた10人息子が7人娘が3人多い少ない多いそれは今の感覚で思うから当時は普通です これは当時の人であればこれぐらいの子供はいるわけですただ数が面白いね7も3も完全数でしょだから彼は家庭生活でととってても満たたされていたていうことですねここで面白いのは家畜は何頭と何頭何頭って出てくるのに人間のしもべになるとたくさんでくくってますね。<laughs> 彼は多くの家畜を所有しそれを世話をするしもべが多くいたわけですね。その次この続きいちいち読まないけど要約しますと一章の4節から5節では「ヨブは家族のために祭子の役割を果たしていました」「彼は7人の息子たち一人一人のために全生の生贄にを下げたんですね」「もし彼らが罪を犯していたらあるいは気づかないで罪を犯していたらいけない」ってわけで「 全哨の生贄にを下げ神の前に鳥なしをしていたパーフェクトなファミリーじゃないですかさあここに試練が起こるんですこの試練が起こる原因に関してはヨブは知らないんです僕らは知ってるんですずるいじゃないのだから読んでる私たちと 苦しんでる予部の立場は全然違うんだということをまず理解しておかなきゃいけない。で、試練が起こります。一章の6から11話は突然天での場面に移行します。ある日神の子らつまり天使たちが神の前に立ったんです。そこにサタンも同席していたんです。サタンは今空中に、 いますがが神の前に出るることができる存在サタンという名前はヘブル語で「糾弾するもの攻め立てるものという意味ですね。サタンは神の前で私たちのことを攻め立ててるわけです。でサタンは神の前に行って今度はやってはいけないようなことをするわけですね。神様が主が主サタンに対して ヨブの信仰と忠実な歩みを自慢されたんです。神にとってはヨブは自慢の種だったんです。お前見たかヨブほどの素晴らしい信仰者はおらんぞって言って神様が自慢したらサタンが「ははー!」って言った後に「神様ヨブがあなたを恐れてる理由はご存知ですか?」。あなたたが彼を祝福したから 彼は喜んんでであなたを恐れ従ってるんですよつまり取引があるんですよ。だからあなたがその祝福を取り去ったらヨブは神を呪うに違いないですよと言ったわけですね。で神様は「んなんかまるでさヨブを従わせるために祝福をあげてねで子供を手なずけるためにプレゼントを買ってあげて。 お父さん愛してるお母さん愛してるってプレゼントあげてるからでしょうプレゼント取ってごらんよ子葉何言うか見たらいいよこれがサタンがこう言ったわけですね今のことは僕が言ってるわけじゃないですよサタンが言ってるわけですよ神様は自信があるんだよやってごらんよって俺の呼ぶはそんなやつじゃねえぞあ,あいいねここ神様はあなたを見て 私の太郎は花子は誰でもいいんだけど三郎はそんなやつではないどんなことがあっても私に対する信頼は失わないんだ試したきゃ試してみろって言うんですねそれでサタンはじゃあやりますよって神様はただ一つだけ彼の健康だけは打つなよ 他は全部お前のやりたい放題にしていい。で神様はなぜこのことを許可したかっていうとサタンの挑戦は神のご性質への挑戦なんです実は分かりますか神様あなたはねいいものをあげて人を釣ってるんでしょうという挑戦だったわけですね。もう一つ神様がこのことを許された理由は愛する予分に。 さらに、神に近づく、神に信頼する、神を深く理解するチャンスを与えようとされたんですから。試練なんだけど、呼ぶからすると、これは深く神を知るための機会にもなったわけですね。サタンは分かりましたって出ていくわけですよ。さあ、次、一章の十三から二十二。よくも、こんなにやつぎ早にね。 悲劇が起こるもんじゃわい」っていうぐらいにも読んでて気が滅えるよこれここはもうテンポがいいよこれ三谷幸喜だったらどういうシナリオを書くんだろうそんな感じだよこれ僕らも生活しててねなんでこの頃悪いことばっかり連続して起こるのかっていうようなことないあるよねそういうことがねシェバ人の襲撃があり牛500区引き 五百匹って千頭のことよ。ね二頭で一区引きだから牛千頭だよメロバ 500, 500頭が奪われた大変なもんだよ雷が落ち羊7,000頭が焼け死に多くのしもべたちも死んだカルデア人が3組になってラクダ3,000頭を奪い多くのしもべたちを殺した極めつけが兄の家で食事をしていた時大風が吹いて家が倒壊した。 その結果7人の息子と3人の娘たちが死んだ要するに彼は持っていた家畜もしもべも子供たちも瞬間にして亡くなったんです残ったのはどっちでもいい奥さんだけは残った <laughs> 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 まあそんな問題は。 なぜそう言ったかったの後で出てくるからね。ヨブがその時何て言ったのかヨブの言葉一緒に読もうよ。はいご一緒に私は裸で母の体から出てきたまた裸で私は賢に帰ろう主は与え主は取られる主の皆は褒むべきかなと本気で彼は言えたんだよね。ヨブはこの悲劇の上に神を呪ったりはしなかったということは サタンの予告通りにはなったの,ならな,かったのならないよ全部取っておらんよ「ヨブはあなたを乗ろうから」って神様「ヨブはそんなやつじゃない」って言って本当にヨブは神様の期待通りの言葉を語ったわけですねさあこれで話が終わったかと思うとそうじゃないんでもう一度場面が天に戻りますこれが2章の1節から6節またサタンが神の前に出てるわけです。 主はサタンにヨブのことを自慢されたんですヨブを見たろうお前が言ったようにはならなかったぞそうするとサタンも何ていうか口が減らないやつだね反論するわけですね。神様ヨブがなぜあなたを呪わなかったか分かりますかヨブが命が助かったからですよヨブは子どもたちの命を犠牲にして神から命を救ってもらってるんです。 ヨブがあなたを礼拝している理由は健康が守られているからですもし肉体が病めばヨブは信仰をなくしてあなたを呪うに違いないってまた言ったわけです実は神様がヨブを信頼しているからだからよしそれだけ言うんだったらヨブの肉体を撃てヨブはそんなやつじゃないからただしヨブの命を奪うことは禁じるだから死にはしないけれども 死に極めて近い状態までヨブは打たれるわけですねなぜ神が許可したかヨブが神を呪うことは決してないと知っておられたからだからここまでの話を見ると私たちはヨブが苦しんでいるのは神様からそれだけ信頼されていたからだというのがわかるんですでも原因がわからない人間世界では全く別のドラマが進行するわけですここにヨブ記の大きなテーマがあるわけです 2章の7から13特に7から8を見てみましょうはいご一緒に「サタンは主の前から出ていきヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で彼を撃った」「ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかきまた灰の中に座った」はい「子供も財産もしもべも全部なくなった後、今度ヨブは自分の健康 こまでで失ったんですね誰が見ても呼ぶは落ちぶれ悲惨な状態に置かれました彼の妻が何て言ったかここで妻が出てきます「あんたね神を呪って死んだらいいんだよ」って言ったんですだから「どうでもいい妻」って言ったんです,で,いいんで,すで「神を呪って死んだらいい」っていうのはサタンが言った言葉と同じですね だから人間は注意しないとサタンの代弁者になってしまうんですしかしヨブは罪を犯すようなことは口にしなかったんです多くの人が来てヨブを慰めようとしたんだけど特に登場するのが3人の友人たちです ぜひ皆さんに知っておいてほしいのは彼らは馬鹿者でではないんです。大阪弁で言うとアホと違うんですその賢い3人が来て予部を慰めようとしたんだけど彼らは見た途端にあまりにも予部の姿が悲惨すぎて言葉が出ないわけね。 彼らは7日7夜沈黙したんです。かける言葉がもうなかったんですさあここから呼ぶと友人たちの論争に入りますかける言葉がないんだったらそのまま帰ればいいじゃないあるいは黙ってそこにいればいいじゃないでもぐじゅ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 言い始めるわけだよね何回繰り返されるか 3回ですこれが第1ラウンド第2ラウンド第3ラウンドとなってるねどういう形で進んでいくかっていうとまずヨブが口をを開いて嘆きの言葉を語るんですそれを聞いて最初の友人が「ヨぶを糾弾します」そうすると「ヨぶがそれに対して反論します」すると2番目の友人がそれを聞いて反論します 予部の反論を休断します予部は再び反論します最後の友人が予部の反論を休断しますヨブが何かを言う1番目がそれを批判する予部は反論する2番目がそれを聞いて予部を批判するヨブは反論します3番目がそれを聞いて予部を批判するこれがワンラウンドなんですで、この3人はアホでした賢い ところがこの賢い人たち全員が予部のことを偽善者だと見てるんです。ここに予部の苦しみがあるわけですね。で三人の友人たちの三段論法これ注意しないと僕らもこれ採用しちゃうからね予部記を読んでて難しいのはこういう文脈を理解しないと後で神様がすごくお叱りになる言葉を読んで恵まれちゃうことがあるんです。 これは問題なんだよね。だから、三人の友人たちの神学三段論法というのはこれです。全ての苦難は罪に対する裁きである。まず、大前提です。全ての苦難は罪に対する裁きである。そんなこと、頭をよぎったことあるあの人苦しんである。苦しんである。なんでやそれは、苦難は罪に対する裁きだから。 まあ大地震が起こるとするよ神戸でもあったよねで誰かがね神戸で地震があったのは神が神戸の人たちを裁いてるんだとんでもないことですこれで彼らの三段論法は全ての苦難は罪に対する裁きである2番目予部は苦しんでいるそして3番目結論それゆえ予部は罪人であるもう一回言うよ 全ての苦難は罪に対するる。裁きであ2番目予部は苦しんでいるそれより予部は罪人であるこの前提を予部に飲み込ませようとしているのがこの友人たちとのの論争の内容なんです。予部は飲めるわけないじゃない。だって自分では完璧な義人だと思ってないけどそれだけの罰を受ける理由は何もないんだから。 僕らは舞台裏を読んでますからだから罪以外にも人は苦難に遭うことがあるんだということはもう教えられてるんですねさあ3人の友人たち名前を挙げましょうテマン人エリファステマン人っていうんだからテマン出身テマンっていうのはエドムのテマンですね彼がどうやら最年長者ですね 年齢っていうのは。当時の古代オリエントでは、大変重要な要素ですね。尊敬に値するんですね。僕も尊敬に値する年齢に、そろそろ入ってまいりました。で、テマン人エリファズの根拠は何かというと。夜中に与えられた霊的体験が彼の根拠なんです。 彼のの意見の土台なんです。そういう一人でちょよく「私こういう体験した私神様からこういう声を聞いた私夜夢を見た私夜幻を見たそれで私の身の毛がよだった」これ彼は大変主観的な神秘主義者ですね。これがテマン人ンエリファツです。その論点から彼は攻めてくる 私の霊的体験によればね呼ぶと言ってくるわけです。2番目がシュア派人のビルダデ。このビルダデっていう人の論拠は何かというと過去の教えを重んじる伝統主義者ですからだから過去の賢人たちの教えが彼の意見の土台にあるんです。エリファズは霊的体験です。ビルダデは 過去の人たちの教えです。そして3番目がナーマジン・ゾファル。これはいわゆる強情主義者ですね。つまり自分が一番知ってると思ってるんですね。自分は誰よりも神のことを知っていると自負しているわけですね。だからアドバイスを受けてちっとも助けにならない3つのタイプ。主観的に攻撃してくる人。それから過去の経験をもとに 過去の伝統では、教会の伝統ではと言ってくる人。3番目が、自分は聖書を学んで何度も知ってるという視点から言ってくる人。これらは全く助けにならない典型的な3つのタイプなんです。これで3ラウンド繰り返されるんです。しかもね、最初は少し丁寧な言葉使ってるけど、予部が何度も何度も反論するでしょう。だって予部にとってはそうなんだもん。 言葉が荒くくなってくるもう最後になるとね「お前罪人やろ認めろよお前!」というような話になってくるんです僕らもそうじゃない伝道しててねいくら言っても分かんないもう首根っこつかめ「お前ええかげ信じろよ!」愛はどこに行ったの?で」でこの3ラウンドで、はい、友人何名出た 3人だけど最後まで出てこない人がいるのこれはやっぱり予備吹の著者がドラマチックに書いてるんだよね実はそばでその論争をじっと控えめに聞いてるやつがいたのね年齢若いと思う年取ってると思う若いんだよ若いから控えめにしてるわけねところがこの人が一番まともなんだよ 一番まともなの。名前がエリフっていう人です。エエリリフ。エリフはまともで彼はこの最初の3人とは違った論点で話を展開しますそれは何か「神は時には擬人を訓練するために試練を与えることがある」っていうんですだから呼ぶに対しては「呼ぶよあなたは神に従い」 神に信頼すべきだと勧告しますこの論理展開は当たっているんですよところがエリフの問題も何かというとまともな意見を言いながら依然として目は予部をさばいている目です上から目線ですだから神様が最後に現れるんだけど最初の三人の友人たちは神からもう大いに叱ら,叱られます エリューに関しては言ってる内容はある程度当たってるから叱られてないんだけど褒められてもいないんです要するに何が起こってるかと無視です神様は無視してらっしゃるということはね私たちはいくら正論を話していてもその言葉を出してる時の態度が間違っていれば神様から評価されないっていうことですねさあ 大急ぎで行きましたけどまあ第3ラウンドまで終わったことにしといてでエリフが出てエリフも言いたいことを言ったヨブはまだ納得していない最後ヨブの解放に行きますね神はヨブを謙遜にさせるこれが38章の1節から42章の6節です。神様のスピーチ長い長いスピーチですだってここに来るまで神様は全然ヨブに語ってないんだよ ヨ部があれほど願っていた神との対面が最後に実現します。ヨ部はなぜ私がこんな苦難に遭うのか知りたかったんですね。天の法廷で神と私の間を誰か騒いてくれというような論調なんですが神が語りかけたけどもその内容はヨ部が想像していたものとは全く違うんです。神様は 予部の質問なぜ私が試練に遭うのかという質問には答えてないんです神様は答えないで逆に予部に大量の質問を投げかけますつまり何が起こっているかというと神は苦難の意味や目的を説明することはしないでご自分に論争を挑もうとしている予部の傲慢な姿勢を糾弾されるんです 呼ぶお前は何者だ私に対して挑戦してきてるとはお前はこれがわかるかこれがわかるかこれがわかるかというように呼ぶには回答不可能な70以上の質問を投げかけてご自分がいかに偉大であるかということを掲示されたんです。と同時に神は呼ぶと対面することによって呼ぶを見捨ててないことを示されたんです。 整理すす。ると神はヨブの質問に答えてないんです逆に70以上の質問をしてヨ部は1つも答えられないんです。お前がそれぐらい言うんだったらこの試験受けてごらん。0点なんです。ほら0点だろ。自分の身をわきまえなさい。と神はヨ部に言われたわけですね。ヨ部の応答、ここはぜひ読んでみましょう。42章の1節から6節。 あなたにはすべてができることあなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました知識もなくて摂理を覆い隠す者は誰かまことに私は自分で悟り得ないことを告げました自分でも知り得ない不思議をさあ聞け私が語る私があなたに尋ねる私に示せ私はあなたの噂を耳で聞いていました しかし今この目であなたを見ましたそれで私は自分を蔑み塵と灰の中で悔いていますこれヨブの言葉なんですヨブはほら悔い改めてるんですで自分が身の程を知らずであったことを悔い改め神の前で低くなり塵と灰の中で悔いてると言ったわけですねそのヨブの 言葉と態度を見て神は予部を祝福されます。それが42章の7節から17節です。まず面白いのは、あの3人の友人たちが怒られてます。神は3人の友人たちに対して怒りを表明されました。なぜかというと、彼らはヨブのように神について真実を語らなかったからです。だいたい、 苦難は罪の結果だというのは神の性質に対すす。る挑戦なんで,すでこの3人は自分たちは神を弁護していると思っていたんですが実は神についいててて偽りを並べ立てていたんです。だから叱られているわけですね。彼らの間違いはどこにあったか苦難は常に罪の結果であると主張したところにあるんです。いいですか「常に」が強調ですよ。 苦難が常に罪の結果だと言ったところに彼らの問題がある彼らは神が苦難を別の目的のために用いることもあるという可能性を排除していたんですねで神は彼らに全勝の生贄を捧げるように命じましたつまり自分の罪のあがないをしなさいというわけですどれぐらいの量かお牛7頭お羊7頭ですこれ大量の生贄ですそれを捧げようと命じました さらに神の皮肉だと思うんですがさあヨブにお願いしてヨブに仲介者になってもらって取りなしてもらいなさいって言うんです <laughs> 彼らはヨブを責めた時に一度もヨブのために祈ることをしてないんですヨブよって声をかけることもしてないところは最後になるとヨブが彼らのために取りなしの祈りを捧げるようになるんです何という皮肉でしょうか そして42章の10節から17節のところはエピローグで最後読んでみると「ヨブは健康を回復し2倍の財産を与えられた」「親戚や友人たちが全て彼の家に招かれ食事を共にしました」「ヨブは前半生よりも後半生により多くの祝福を受けました」 ヨブの物質的祝福は義なる行為へのご褒美ではなくて神の恵みの現れですね。彼は息子と娘を失った悲しみを持っていました。息子何人 ?7 人、娘 ?3 人失ってこの悲しみは消えない。でも部分的に癒されたと思います。というのは新たに息子と娘が与えられたんです。息子何人7人娘3人娘失った数だけ 再び与えられたんですヨブはさらに140年生きるんです。ユダヤの伝承ではヨブはおよそ70歳で試練に遭いその後210歳まで生きたとされています。ヨブは4代目の子孫を見るほどの長寿を全うしたんです。これがヨブ記なんです。じゃあ 結論です。結論は何でした。はい。呼ぶ気のテーマは何か。いよいよここに来ます。一般の認識。一般的に呼ぶ気ていうとね、人生にはなぜ苦しみがあるのか。善良な人がなぜ苦しむのか。神が愛ならなぜ悲劇が起こるのか。 ここういったことは呼ぶ気のテーマだ,だから悲しんでる人がいたら「呼ぶ気読んだらいいよ」とかね「呼ぶ気」の解説の章をあげたりとかするでしょう。全く的外れです。どうしてかって呼ぶ気にはそんな答え書いてないもん。呼ぶ気には苦しみがなぜあるのかという答えは書いてないですよ。善良な人はなぜ苦しむのかという答えも書いてないですよ。だからその一般的認識は間違ってる。 正しい認識は何なのかはいよく目を覚まして今うとうとして寝てる人目を覚まして目を開いて聞いてくださいいいですか「神はいかなる場合でも主権者でありご自身の行動について人間に説明する必要はないお方です」。 納得できねえな <laughs> と思う方がいると、もう一回言いますね。神はいかなる場合でも主権者であり、ご自身の行動について人間に説明する必要はないっていうことをヨブ記は教えてるんです。それに対して納得できないな、反発を感じるなという人がいたら、それはまだ神という方を理解してないんです。ヨブがこの試練を通して 理解したいことが一つでもあるとするならばまさにこれがそうですよ。要するに神という方が主権者であって神は私たちの疑問に答える義理も恩義もないほどに主権者であるんだというとこの神を認識することから試練に対する勝利が生まれてくるわけです。さらにに信者に 神を信じている私たちにいかなることが起ころうともそれは最善の結果につながる。いいですかいかなることが起ころうともそれは最善の結果につながるんだ。苦しみにあった時問うべきはなぜこれが起こってるんですかではなくてでは いかに生きるべきですかということが私たちが問うべき質問ですこの3つですもう一回言います神は主権者でありご自身の行動について人間に説明する必要はないということ2番目信者にいかなることが起ころうともそれは最善の結果につながるということ3番目苦しみにあった時問うべきはなぜではなくてでは いかかに生ききるべきかこれが私たちが問うべき質問です。ヤコブのを見てくださいご一緒に「皆さい耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方は予部の忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。 主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。これ、ヨブ記の結論だよ。で、ここで一つ、翻訳上の問題は、ヨブの忍耐のことを聞いています。ヨブが忍耐深いとは思わないよ。あれだけ反論し、イライラしてるんだ。もん。だけど、ヨブの忍耐ということは、何か。ヨブは最後まで信仰してなかったという意味だよ。それがこの言葉ですね。 だから耐え忍んだ人たちは幸いですというのはなぜかというと試練はその人を祝福へと導く何が起こっても最後は祝福になるんだじゃあ予部の場合は何を学んだのか予部はこの苦しみを通してよりたくさんのものをもらったというのは祝福じゃないんですあれは神様の恵みですからねそんなことは付け足しですよ一番大事なポイントはこの試練を通して ヨブはよより深く神とと交わるることができるようになったつまり神のご性質をより深く理解することができるようになったということです。それでも義人が理由なく苦しむというのはやっぱり理解できないという方は他にそういう例がないかどうか考えておらん。罪なき方が故なく苦しまれた。 例はどこにありますかイエス・キリストミコ・イエスの十字架上の苦しみじゃないですか。だから私たちがなぜゆえなく苦しむのですか神は答えないというところに不満を持っているとしたら神からの答えは私は私の一り子をゆえなく苦しみに合わせたよあなたを愛するために。それが神様からの お答えですよねヨブがこの試練を通してより深く神を知るようになったでもまだ新約時代の私たちが持っているような十字架の理解はないわけです私たちはヨブよりさらに一歩進んでますねそして「なぜ私がこういう苦しみに遭うんですか?」という問いかけをしたくなった時に神様はお答えにならないかもしれないその問いにはただ究極的な答えは「神は」 私はあなたのために独り子を与えるほどに苦しみあなたを愛したよこれが神からのお答えでありますそれへ私たちは呼ぶのように忍耐ではない信仰を最後まで持ち続けるということですこれを決意する必要があるそれが試練にあった時になぜって聞くんじゃなくてではいかに生きるべきか問わなきゃいけないということですね その結果、理解するのは何か、主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということを理解するようになるんです。ヨブがそれを理解したんですね。願わくは、今日のヨブ記の学びを通して、私たちの人生に揺らぐことのない一つの判断基準が与えられたことを心から願います。私たちに関しては、何が起ころうとも、神の愛を疑うことはこれ以降、決して、 ありりまませんお祈りしましょう「天の父なる神様非常に膨大で難解な夜吹きから今日は要点を学ぶことができました」「ヨブの苦しみは結果としてあなたをより深く理解し あなたとのより豊かな交流を手に入れるという祝福をもたらしました私たちに関してはもう一度巫女イエスの見苦しみのことを思う素晴らしい時となりましたいかなる時でもあなたに対する信頼を失うことはありませんこのことを心から見舞いに告白をいたします 主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りますアーメンご一緒に祈りましょうメッセージステーションをお聞きくださりありがとうございますこのメッセージのアウトライン聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございますまた最新情報をメールマガジンでお届けしています ホームページでメールマガジンにご登録ください。